エレン、どうして外に出たいんだ？知りたいんだ、外の世界がどうなっているのか。アルミ、地下室にあったものは何だ？希望だったのか、それとも絶望か。敵は果てしなく強大だった。このまま何も変わらなければ、またあの惨状が繰り返される。俺は自由だ。俺が何をしようと、何を選ぼうと、それは俺の自由意志が選択したものだ。戦わなければ勝てない。見ろ、エレンは示した。戦えってば。俺たちはただ壁の中で死を待つだけじゃない。俺たち、あの悪魔が必要だ。俺は頑張って巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。お前らができるだけ苦しんで死ぬように。なんで？何をしてる？立てよ、父さん。エレンはいつも私たちから遠くに行くんだろう。俺は生まれた時から俺のままだ。他人から自由を奪われるくらいなら、俺はそいつから自由を奪う。親父が俺をそうしたわけじゃない。俺は生まれた時からこうだった。エレン、あなたは自分が何をやったか分かってる。きっとそういう星の下にも生まれついたんだよ、エレン。なぜ赤く、お前は何のために戦っている？何のために？食えるためだろう。復権派の仲間、ダイナ、クルーガー、報いるために進み続けるんだ。死んでも、死んだ後も。これでいいのか？なぜだ、エレン。これでよかったのか。俺がこの世に生まれたからだ。やめろ。駆逐してやる。この世から一匹残らず。全てのユミンのためにつ。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディ島の人々を守ることにある。壁の巨人はこの島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から駆逐するまで一匹残らず。誰もがエレンは変わったという。私もそう思った。俺はガキの頃からずっとミカサ、お前が大嫌いだった。でもそれは違うのかもしれない。エレンは最初から何も変わっていない。今日なんてどうせだ。あれがエレン本来の姿だとしたら、もう立ち上がるな。私はエレンの何を見ていたのだろう。ミカサやアルミ、みんなを救いたいなら使命を全うしろ。エレンは誰よりも私たちを思っている。みんなも分かっているはず。だから私たち以外の外部に対して攻撃的になったのかもしれない。俺には分かる。こいつは本物の化け物だ。巨人の力とは無関係にな。どんなに力で抑えようとも、調査兵団に入ってとにかく巨人をぶっ殺したいです。そんな檻に閉じ込めようとも、こいつの意識を服従させることは誰にもできない。お前らが大事だからだ。
他の誰よりも。だから長生きしてほしい、続いてほしい、幸せに生きていけるように。ミカサ、お前はどうして俺のことを気にかけてくれるんだ。子供の頃俺に助けられたからか、俺はお前の何だ。何にも何にも変わってねえな、お前は何にも変わってねえよ。あなたは家族、果たしてエレン、どうして泣いてるの。他に選ぶべき選択肢があっただろうか。全ては最初から決まっていたのかもしれない。お前らにはあれがエレンに見えたか。戦え。俺は違うと思う。あいつはエレンじゃない。その通りだ。俺は悪者だ。世界を滅ぼす全ての敵をこの世から一匹残らず。